『メガネロックへの東京一人語り』さあ始まりました『メガネロックへの東京一人語り』。 よろししくお願いしますパーソナリティは沖縄県出身で現在東京でピン芸人として活動しておりますメガネロック大家と申しますお願いいたしますこの番組はですねラジオ沖縄ポッドキャストオリジナル番組でございまして大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語りコロナ不況幽霊動く時代それがどうしたメガネロック大家が聞かせる本音の東京お笑い物語が始まりますということで えー、ありがたいことに4回目を迎えまして、まあ、ちょこちょこいろんな方からね、聞いてますよとかっていう反応をいただいたりとか、あと前回はね、パーマ大佐さんが2週にわたってゲストで出てくれたんですけど、あのー、ツイッターなんか見てますと、パーマさんの言葉の重みがすごいとか、<laughs> やっぱ若いうちに苦労した方がいいんだなとか、 やっぱりそのね一線で活躍している方々の言葉っていうのはすごく重みがあってやっぱりこう特に近い人なんでねパーマさんに関しては、うん、改めて僕も聞いてこうそれをガソリンにしてこう毎日頑張る原動力にしてたりするんで僕はこの番組をもう毎日のように聞いてますね <laughs>、えー、ぜひ皆さんもねちょっと聞いてほしいなとか思うんですけども 前回の反応、反響というかね、あの、ツイッターで募集してるんです、感想を。ハッシュタグ、東京一人語りで募集してまして。えー、で、この、えー、番組の、リスナーさんの総称が、メガネっ子となっておりまして。ね、リスナーさんのことメガネっ子というふうに呼んでるんで、そういう形で紹介させていただきたいと思います。まず、メガネっ子の米山さんですね、いつもありがとうございます。 近況を聞けたり、上京した時の大家さんのことを、パーマさん目線でも聞けたこと、東京芸人としてお二人が熱く語る部分にとても聞き入りましたと。ありがとうございます。ねえ、だって出てきた時にたまたまお家が近くて、そっからいろんなマジな話というか、なんか、その一番僕もやっぱりあの後喋って思ったのが、一回目、ご飯連れてってくれた時は、あの、おめでとう頑張ろうね、みたいな、 あの、ついに来たね、みたいな <laughs> ところだったんですけど、2回目の食事の時は、結構もうガチなトーンというか、事務所どうすんのとか、これからどう頑張っていくのっていう。なんかその2回目の時に、あの、東京のパーマさんを見た気がして、やっぱり沖縄とかだとね、ちょっとその、えー、旅行というか、まあ、遊びもちょっと入ってるから、オフのパーマさんなんですよね、やっぱりいつも接してたのは。で、東京来るとやっぱりオンのパーマさんと接するから、 そこに関してはやっぱり、あ、東京ってこういうところなんだなっていうのはそこら辺からじわじわと僕も感じてったっていうところはありますね。えー、米山さんありがとうございます。えー、続いてが、黒紫さんですね。えー、メガネっ子黒紫さんありがとうございます。私も神奈川の人だけど、バタバタ、パタパタ言います。これね、あの、忙しいことを僕はパタパタって言うんですよ。すいません、パタパタしててとか。 で、パオさん、いや、それバタバタでしょって、こう、前回の放送でなったんですけど、両方言いますと。パタパタママって曲あるよね。<laughs> あれね、なんだっけポンキッキだっけ、ね、そこら辺であったよね、そういう曲ね。えー、沖縄と東京のお笑い。えー、どっちも多少見てるけど、個人的には東京の方が応援しがいがあって好き。コロナで全然ライブ行けてないけど、といただきました。ありがとうございます。まあまあ、いろいろ、まあ、東京はね、 ライブ毎日やってるから、あの、まあ、今日なんか空いたな、見に行きたいなっていう時はすぐ見に行ける環境。そして0円のライブもありますからね。沖縄の方はね、あの、やっぱ、そのお笑いライブがいっぱいあるっていうやっぱ環境じゃないので、沖縄とかは。だからもう事務所ライブっていうのがもう一個だけとかになってくるんですよね。あとま、個人の単独ライブとかになってくるけど、東京はフリーエントリー制のライブがいっぱいあるから、もう僕は、 えっと、11月出るライブが現在20本程度決まってるので、うん、だからもう、まあ、大体土日に固めてはいるんですけど、まあ、土日じゃないか、日曜日か、日曜日に固めてるんですけど、もうそれだけでもだいぶ違いますからね。うん、だし沖縄だともう今ね、O1 グランプリですか、お正月にある沖縄芸人ナンバーワン決定戦、O1 グランプリもありますから、えー、今年出ようかなと思ってね。 あの、飛行機の金額チェックしたらそこそこ高かったんでやめましたね <laughs>。いやー、バイアスロンは東京予選があったんですけどね。うん、だからまたちょっとこれも楽しみにしておりますね。えー、そして今週何があったかっていうと、あのー、まあ、えっ、ー、と、FEC っていう僕の持っといたお沖縄の事務所があるんですけど、そこの2回戦、M1 の2回戦に向けて上京してきた、えー、東京メンバーが、まあ、いて、 えっと、そのメンバーに一応 LINE したんですよ。まあ仲良かったしね、沖縄にいる時で、飯行きましょうって言って。で、終わったら連絡するねって言って。で、金平ごぼうのタイガさんなんですけど。あの方ほんと返信が遅くて。<laughs> 終わったら連絡するねってって。でも多分絶対返事ないだろうと思って。で、一緒に来てた、デコボコトラベリングっていうコンビの両ョに LINE したんですよ。おつっつーって。ライブ、僕もちょうどその日中野でライブで、で、 えー、金ぴらごぼうとかでこぼこが、えー、中野の別会場のライブでしたから、近かったから、まあ会えたらいいねみたいな、終わったら教えてみたいな。で、直近までやりとりしてたの。会う感じで。で、そしたら、急に、パタって連絡がなくなって。で、あれ連絡来ないな。でもまあ会場近いから、せっかくだから、顔だけ出しに行こうかなと思って、その、 離れてる会場にちょっと向かってた時に LINE が入って、あ、終わったんだと思ったら、あの、ネタ合わせとか、まだホテルにも行けてないんで、すいません、今日会えませんって来たんですよ。<laughs> あ、まあまあまあ、全然いいよと東京だし。ね、いろいろあるから。大変だと思うしと思って分かった、頑張ってね、つって。んで、僕帰ったんですよ。その夜に、一応電話一本入れてたんで、その後にタイガさんに。でも繋がんなくて。でタイガさんから夜、えっと、 ごめん、ちょっとパタパタしてて電話できなかったって言われて。いや、そっかそっかと思って。いや、全然大丈夫ですよ、つって。M1 頑張ってくださいね。えー、いつまで東京にいるんですかって送ったんですよ。えー、返事まだ来てません。<laughs> マジかと思ってね。いや、もう東京もうも,うもう、満喫して帰ったみたいだからいいんですけどね。まあ、あとは、えっと、僕の東京最近来てから仲良くなった。 えっと、芸人さんがいて、大好きな芸人さんがいて、9月さんっていう、感じであの、季節のね、あの9月の9月さんっていうピンの方がいて、その方、えっとね、東京に来てから、えっと、仲良くなった芸人さんの一人なんですけど、もともとは、えっと、僕が村民代表南川さんって芸人がいて、ピンにサンミュージックでね、で、その方と昔から面識があって、で、 その村民さんの新ネタライブのゲストに呼んでもらったんです。で、そしたら、同じくゲストで9月さんが来られてて、で、そこで面白いなと思ってお話ししてたら、9月さんがめちゃくちゃこうストイックな方で、えっと、普通単独ライブとかってやるってなると、芸人は2時間とかで、えー、お笑いの劇場とか、まあそういうライブハウス借りてやるんですけど、9月さんが単独とかやるんですかって話し,した時に、あ、僕この後48時間南京単独やるんですよ、つって。ふふ。 もう皆さんもこの時点でえってなるじゃないですか。48時間の単独ライブ。南京え、これどういうことですかって聞いたら、9月さん、その、画廊みたいなさ、まあ場所どこでもいいらしいんだけども、なんだったら廃墟とか、もういろんなところでやってるらしくて単独ライブを全国各地で。で、しかも、そのお客さんを、行っても、 いなくてもやるみたいなスタンスらしくて。あ、いなかったらネタ作ってんのか。で、来たらネタやるみたいなスタンスらしいんですけど。で、48時間丸2日やるんですよ。え、どういうことですかって聞いたら、まあ、その日の12時、その、例えば、土日だったら土曜日になった瞬間から、ま、オープンして、で、お客さんき来たら、お客さんがその入退場自由なんですよ。お金払ったら。で、あのー、 その、いる限りはずっとコントをやり続けるんです。で、お客さんがいなくなったら、ネタ作りして、で、ちょっとお風呂入りに行ったりとかして、で、また、ちょっとしたら戻ってきて、お客さん来たらネタやってっていうのをずっと繰り返して48時間やって、500本ぐらいコントやるのかなめちゃくちゃすごくて。で、僕その前のやつを見に行った時は、40、48時間単独の,のうちの2日見に行ったんで、僕も10時間ぐらい見たんですよ。めちゃくちゃ面白くて。 最初、一本、なんかやったコントがあったら、数時間後に、見たら、それがめちゃくちゃブラッシュアップされてるみたいな、もうなんか、短期集中がすごくて。で、お客さんから即興でお題もらってネタ作ったりとか、その場でやったりとか。あと、雰囲気とかノリで急にやり出したりとかもするし。なんかめちゃくちゃすごくて。脳みそがビンビンに縛かれるんですよ。もう、ネタ作らなきゃっていうのになって。で、もうすごく、で、迫力もすごいし、演技もすごいし。 いや、だから久しぶりに見に行って。で、僕が行った時はお客さんがそんな、まだいなかったから、ちょっとお話しさせてもらって、で、久しぶりに喋ってるわ、めっちゃおもろいわと思って、やっぱりこの人と思って。で、お客さん来たからネタ、始まって何個か見て、で、そっからアドリブのお題で何個かやっても見たんですけど、やっぱなんかね、東京っていろんな人がやっぱり来るから、あの、天井がないとか限界がないみたいな。 マジかっていう人がいっぱい多いから、俺全然だなって改めて思って。で、僕がの YouTube 始めたのも、まあ、ネタだけ上げてるんですけど、9月さんも同じように毎日のように YouTube 上げてまして、9月さんも。ちょ、ちょっとね、ちょ、ジャットっていうさ、あの、ぜひ気になる方は、9月さんの YouTube を、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。あのー、検索画面で、あの、9に月で9月。 で、検索したらいっぱいコント出てくると思うんで、よかったら見てみてください。僕の今作ってるコントの大半は、9月さんのやっぱりそのアドバイスというか、うん、その影響を受けて作ってるネタが多いので、特に牛丼屋のコントとか、最近 YouTube に上げたやつだと、牛丼屋のコントとか、次の次ぐらいに上がるスカウトのコントとか、はもう、9月さんを見て、 いいな、こういうのやりたいなと思って作ったネタなんで、ちょっとそれも含めて見ていただきたいななんて思います。さあ、ということで、このメガネ6クの東京一人語りでは皆様からのメッセージも募集しております。えー、メールアドレスは、メガネ69、アットマーク、r o k i n c o j p 全部小文字で、mega, ne 数字の69、アットマーク、roki。K i n a w a c o j p となっております。そしてツイッターからは、ハッシュタグ、東京、そして一人語り。一人は、独身の毒ですね。に、語るで、東京一人語り、漢字4文字で東京一人語りとなっております。よろしくお願いいたします。ということで、なんと、えー、今回の放送、えー、またゲストが来てくれてます。<laughs> 一人語りなのに一人語りは一回目しかやってないっていうね、えー。そこら辺はちょっと気にせずに。オープニングトークがまず一人語りだっていうので、どうにか説得力を持たせてる番組なのでね。えー、今回から、えー、予定では3週連続ゲストが来ます、えー。その方は、三、えー、3週連続沖縄の先輩、与ザ義明さんとトークでございます。 ね、ヨダさんといえば、えー、マセキ芸能者所属、えー、元ホームチームというコンビ組まれてまして、で、ラジオ沖縄さんだと、ええー、また番組も持たれてて。だからもう、ぜひね、ちょっとそんな与田さんになかなか、あのー、沖縄のこととか、あと東京のその、もう一時期すごい出てましたから、テレビとか。 あの時代のお話とかね、いろいろちょっと聞いてみたいなと思ったので、今回ゲストにお呼びしてます。まずは、そんな大家と与座さんの出会いとか、まあ、僕の印象なんかを聞いたトークから、まずは、聞いていただきたいなと思います。それでは、聞いてください。どうぞさあ、ということで、ここからはゲスト、この方に来ていただいております。お願いしますだだだだ だだよざざよよさんですよろしくお願いしますどうも皆様よろししくお願いいたまはじめましての方もどうもよぜしあきと申しますよろしくお願いいたしますお願いしますうわっか嬉しいですねよざさんがザザ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 やらないよ今めっちゃ <laughs> やんないけどねやっちゃうよちなみにもう今日はあの僕のマイハウスからいや本当によざさんに来ていただいていやーやっぱりこれね とにかくお笑いの DVD がすごすぎて<笑>お笑いオタクの家に初めて <laughs> 私来ましたよいやんだったらこっちにあるうわ <laughs> すごいねこれはもうテレビを全部焼いて撮ってるやつとかお笑い系とか全部こっちにありますし <laughs> えーどうなの分かんなくなんないあでも全部書いてるんですよえっとうん なんだろうそれこそ僕はたぶん「ゲラゲラ TV」の「大前がキンゴロでしたっけ、うん、はい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 あれの映像もすごいね持ってたりするからだからこうなんか最近すごいねプロファイ全部書いて残してる感じなんで <laughs> どこに何があるかはいやすごいよ <laughs> いや本当にすごいです皆さん

僕多分音響で入っててって感じですね。本当そう。よね、ありがとうございますね。本当にもう。いやでも、もうずっと沖縄の時から、ヨザさん僕も大好きだったんで、単独とかも見学させてもらったりとか、わらわでやってた時はい、懐かしい。懐かしいね、もう。あの、オープニングがカンフーっぽい感じの。そうだね。最初の時そうだったね。確かにそうだったね。それ見させてもらって、お手伝い行って、で、その時、 与田さんがはい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 あの他の芸人さんがみんな5分ぐらいの尺でやってるのにヨダ <laughs> さんだけ2分半とか 2>, <laughs> 2分半そうだね2分半もなかったかもしれない <laughs> 確かにとありましたね 2>, 2本やるって言うんでもう1本が 1>、うん、多分おならのやつ馬のやぶさめみたいな,なんかあ<れ>あーいや多分ね2本目はね あの、ボクシングのネタで、<う>あのー、ずっと、ボディボディって言ってるのに顔面ばっかり打てて人だったかもしれない。<laughs> あれ違うかな <laughs> あ、でもそれだって親くんね、覚えてそうだもんね。なんか,なんか,かねおなら、おなら使ってたような気がするんですよね。ま、マジックだったかなんか、うん<ー>。馬、馬の音が入ってたような気がした、ねあ。あ、あ、パイハイ。あ、あったあった。あのー、なんか、猫八師匠みたいな、流派で、<laughs> 向こうは口と喉で、 その生体模写やるけど、うちらは校門で、その生体模写やってたから、生体 <laughs> ではないけど、校門模写やってたから、メディアにずっと出れなかったっていう派閥の最後の人。<laughs> だから校門、おならの音で、こう、馬の鳴き声をやったりとか。いやだから、それめっちゃ面白くて、<laughs> 音響しながらめっちゃずっと笑ってたの覚えてるんですよね、これ。<laughs> やって多分、もう、なんか僕も、 なんか音響だとその与ダさんのネタに関われてる感じが。ああ、ほんとそうだよね。なんかもう、あいつにやってもらってる。あいつも、よっとかなんか言っちゃうからね。こう押すから。確かに。楽しくて。で、そっから多分、間空いて、僕は東京出てきて、レンタル一緒に考えるっていう。ああ、そうですね。ヨダさんが今も、はい。やられてる、1時間5000円の。そうです。サービスがありまして。ええ。それをお願いしたのが最初多分。そうだね。 あれがもう2年前とか。そうなのあっという間だね。早 <laughs> い。ええー。なんで、うん、そっからだから、だって、最初めっちゃ破格の値段だったじゃないですか。2000円でやってました <laughs> いやー、本当とに。だ2000円でずっとね、何でも一緒考えるやってたんですけど、<laughs> うちのワイフにね、はい、あのー、道楽でやってんじゃねえぞっていうので、<laughs> <laughs> もう本当そうですよね <laughs> すいません <laughs> いやでも本当にあれで僕らみたいな貧乏のお金ない芸人も <laughs> 与田さんにすがることができていやいやありがとうございます確かに本当にいろんな人とねやりましたよだからあれって月何件くらい来てたんですか2000円の時って2000の時は月で20件ぐらいあうわーすごっ ほとんどが芸人さんとか、それとも全然違う業種の方も。半分ぐらいが芸人さんかな。あと半分はもう一般の方で。ええー。もう本当に、一番、うん、フラットなやつはその、夕飯考えるとかって例え出してたじゃないですか。うん、あそ,うそ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 う。<laughs> とか、自分の着ていく服を考えほし、とか、のがあったね。まあ、あとは別に、一緒に考えてもらうことはないんですけど、よザさんとお話ししてみたかったです、みたいな。 まあ、だから、それいいですよね。うんうん、だから、あれきっかけに、芸人界隈の。 レンタルやる人も増えましたから。ああ、いや、よかった。先駆者、もうみんなヨザさんの真似だとかって。<laughs> いや、嬉しい、でも、嬉しいのか。ヨザ<だ>さんが2000円っていう破格の金額設定してるから、本当ね。他の人がもう1000円とか500円から、オークションの始めみたいな金額で、<laughs> 申し訳ない。<laughs> あれね、手塚治虫がアニメーション作るときに、あの、アシスタントとかのお値段安く、やりすぎて、今もそれを引きずって、アニメ業界みんなお金が安い。 って文句言われてる依 <laughs>、ね、田さんのレンタル業界の <laughs> 本当に申し訳ない <laughs> いやでもそれがあったおかげででもいろいろ相談できて、はい、でそ時あの時会ってネタとか相談させてもらったんですけど、うんうん、その時の僕のなんか印象というかあれどんな感じだったのかなってずっと改めてですけどうんうん、うん、あいやでもね、まあ、まず最初会った時にはまあだからそのヨジャムギャンの時ね、はい、会った時は 思ったよりでかって。<laughs> 183ぐらいありますよ、ね。いやいや、そうなの思 <laughs> ったよりでかい。すがりたい。<laughs> 抱きつきたいみたいなぐらいの感じあったけど、<laughs> でもネタの時にあって、まあ印象は、めっちゃお笑い知ってるなって感じあったよ。<laughs> よく知ってるなとその、言ったら昔の人のこととか、はい、誰々のネタの、 まあ感じとかすごいなあと思った <laughs> その時にいやなんか作る時にどうしてもパターンで考えちゃう人なんでこの人がこんな感じでやってるから、うん、まあこの感じでいけばこれぐらいのパーセントの笑い取れるかなみたいなすごいよね <laughs> だからそんな感じでずっと作ってたんでうん、うん、だから依田さんに「なんこんな感じでこんな感じで」みたいなあいやすごいだからそう考えたらそういう人からしたら 俺ののネタの作り方方とか考え方めちゃくちゃゃくだよねいやだからもう本当に僕らが100か満点だと思ってたのが、うん、全然与田さんと話すと100超えていくんで全然違うとこからなんか出てきたみたいな本当にすごい発想というか <laughs> 僕も与田さん好きだったんで、うん、この僕のなんか頭で、うん、っかちだったネタとかが、うん なんか、与田さんに一回壊してほしくても、あ<ー>東京出てきた時になんかネタが作れなくなっちゃったんで、うん、僕が急に。あ、それはもうパーマ大佐くんとのね、<laughs> のポッドキャスト皆さん聞いてくださいね。<laughs> そう、本当に作れなくなった時に、<laughs> どうしようってなって、それこそ、うん、僕が面白いと思ってることとか、うん、これって伝わるのかなとかっていうのが先に来ちゃって、うんうん、書けなくなった時に、うん 與座さんとかのやっぱこの膨大な DVD 見てて與座さんとかのこのピンネタ本当にもう,もう純粋に笑えるじゃないですか何も考えずに <laughs> いや嬉しいですもう、うん、だからもうずっとそれでギラギラ笑わせて與座、うん、さんみたいなネタできたら一番いいのになとか楽しいし、うん、みたいな、うん、って思っててそれがあったんでもう「與座さんお願いします」みたいないやーありがとうございます本当にもう でもそのおかげでいっぱいいろんなネタできましたし。<laughs> でも確かにちょっとハードルは低くなるの多分ね <laughs> 俺。俺のい作り方とか考えるとね。いやでもなんか、うん、僕もそれこそ与田さんと最初に作ったのが、うん、あの、お母さんが宇宙人にさらわれて、助けるみたいな。うんはい、あれを初めてライブでやった時に、やっぱり反応が周りの芸人さんも全然違って、うんうん、面白いが、 最初に来るようになったんで、僕、ね、それの声かけられるあれでも。うん。それすごい嬉しい。で、絶対これを、賞レースとかテレビでやりたいっていうのんあって、そっからね、いろいろ作らせてもらって、で、結構こっからいろいろもう何回もお願いしてって、うん、あの、お笑いバイアスロン今年の。ああね。厳しい一回戦はなんとか、 コントで通って、うん、もう漫談はこれやるって決めしてそのヨザさんと作ったやつを、やるって決めてやったんですよ。うんうん、で、えー、もう一回分解して、もう一回組み直して。うんうんうん、すごい。で、直前も与ザさんにいろいろもらいながら、ライブも探して出て、ねうん、いや、純血やりきったんですよ、僕の中では。でも、すがすがしい気持ちで与ザさんに、ヨザさんにも LINE して、結果ダメだったっていう。はい、いや、本当に悔しい。 バイアスロンが後悔してんじゃないかな <laughs> え、これ、ラジオトークで聞いた M12 回戦の時と同じよさだったいや、そうよ、やっぱり。もう、あとはそっちが試されるんだだからね。<laughs> こっちはもうやるだけやって。<laughs> しかも、今収録してるのが2回戦の結果、追加合格が出た後っていう、ほやほやの状態。<laughs> いや、そうよ、こっちはやさぐれてっからも。え <laughs>、M1 も損したな、これ <laughs> ああまあいいですよ。いや、だからもうまた来年ですよ、また。いいネタ。うん もう、でもその後ぐらいから本当に、うん、その、ヨセさんとネタ作った後にもう神頼みだみたいになって、うん、いろいろ聞いたじゃないですか、どっかパワースポットみたいな <laughs>。あったね、そうだったね。で、結果いろいろ回って、代々木八幡とかも行って、うん、でもその結果、バシロンダメだったけど、うん、その後から、 調子が良くなりだして。あなるほど。じゃあ、もっと前に行ってたらバイアスロー行ってたかもしれない、ね。かもしれないっていうぐらい<ー>で。そっからライブでも上位入れるようになったし、すごいこのポッドキャストのお話も来たしっていう。うすごいね。だから、あの時、だから、ヨザさんにパワースポットの話を多分してなかったら、うんうん、今ないんですよ。<laughs> これ自体も。<laughs> ちょうどなんかパワースポットいいとこないですかってなんかね、言ってたもんね。いろいろその頃行ってたんだっけ なんかもう僕がパワースポット行くのとかが、うん、もうなんかと自信つける作業でそういうのしてて、うん,うんうん。で、ヨザさんに、もう、やっぱ気になるじゃないですか。もうずっと芸能界に長いこといたら <laughs>、うんこの、この人あそこ行ってどうなったよとかって話ないですかって聞いたときに、あの、清正の井戸でしたっけ、うん、そ,うそ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 う。<laughs> 清正の井戸ね。おぎやはぎさんの、小木さんが、あの、M1 も受けるときだよね。おぎやはぎが。2001とか。 そう,そ,うそうかなまあそう,いう頃だからライブとかでも全然よく一緒に出てた頃でであのー、あ大丈夫この話しちゃたあ全然全然そのめっちゃ聞きたいです小木矢作の小木さんがそのまあ清正の井戸行ってでまあパワースポットって一応聞いてるとでまあパワースポットだかなんだか知らないけどその井戸に向かってねあの俺はお前のこと信用してない <laughs> 一つも信用してないですね何がパワースポットだと で、もし本当に力があるなら、俺を M1 の決勝に生かしてみろ。そしたら信じてやるよ。って言ったら、その年決勝になったっ <laughs> <laughs> そっから大木さんが、いやあ、ありがとうございます <laughs> ちゃんと俺 MC に行ったっていうのはね、<laughs> あの、僕の近い界隈では一番。 まあ、そうおへい、そうなんだってなった話だったけどね。だからそういうのを聞いてて、うん、絶対そこ行こうと思って、うん、与ダさんと終わった後にすぐそこ行って。<laughs> <で>行くって言ってたもんね。あの人でちゃんと言いましたよ。<laughs> おいここが本物だったら、バイエスロン行かせてみろ、この野郎たけしさんみたいに。<laughs> なるほどね。負けろこの野郎つっ,って。<laughs> 与ダさんのたけしさんも僕好きなんで。<laughs> あるね。 なかなかね、一般受けしないんだよな。<laughs> 僕大好きです。あの、嫌になっちゃうよな、<laughs> いや、あの、本当に、あの、あのね、あま、部 <laughs> ね、もう、<笑>,笑いすぎて喋れないってい一回も聞いたことないって、ね、<laughs> いや、もう、それ、ずっと僕、それは夜中眠れない時とかに聞いて寝てます。<laughs> そういうのもあって、うん、で行ったけどで行って多分ほんでもそのあとぐらいから調子よくなったんで一応効果はあったなと思いながら、うん、今日そうだね今でも待ち受けにしてますから<ー>今日王さんの間偉いねなんか偉いよね <laughs> ちゃんとしてるよね、うん、いやでもだからそれこそその。 あの小木さんの流れじゃないですけど、うん、最近賞ーレースで優勝してる人は、うん、みんな代々木8万いってるっていうのを聞いたんでへえ<ー>3時のヒロインさんとかも「うん、ザ・ダブリ優勝した時の朝に8万いったりとかへえ、うん、その噂聞いた<ー>今年あのキングオブコント準優勝したコットンさんとかも準決勝前は8万いってお参りしていったとかっていうのを聞いてみんな行ってんだね <laughs> <laughs> どうなんですかそういうとこ行くのって、はあ、今はもう、なんか、メジャーみたいになってるんですけど、与んヨザさんの、その、昔のお笑いシーンの時代で言うと、そういうのってなんか寒いとか。ああ、あのね、それで言うとね、まず、パワースポットって言葉なかったよ。あ、そっか。そうなの。もう、うん、わかりやすく紙頼みとか <laughs> <laughs> そういう類の時だったから、うん、今とは捉え方違うかもしんない。 え、じゃあその時は、与田さんとかも別にその、神頼み的なことはし,しなかったですか賞ーレースかとかそうだね。まずね、賞ーレースがね、本当になくて。ああ<ー>。で、そうだね。特に、うちっていうか、まあ俺は、なんか、なんとも思ってなかったね。<laughs> うちの相方はね、結構やっぱこう、まあ、そういうの好きだから、はい、行ってたりしてたみたいだけど、俺に関してはなんか、 本当に何とも <laughs> なんか入ってないっていうか別に嫌いとか興味ないとかじゃなくてなんか全然思い浮かばないっとやっぱそこの時代があるんですねパワースポットってやっぱり広がり始めたすぐ多分島田秀平さんぐらいですもんね始まりは。 そうだね。だから、それで言うと、島田修平くんが、まだ、占いやる前だからね。高級さんの。そうそうそう。<laughs> 一緒にライブとかやってる時だからね。昔からそういう感じだったんですか島田さんってそういうの詳しい人だったんですかいや、全然知らなかったよ。<laughs> 全然知らなかったよ。なあのね、島田くんのね、実家ね、あの、みかん農家さん。へー。なのね。<ー>で、美味しいみかんの見分け方ぐらい、教えて <laughs> <laughs> 本当かどうか分かんないけど一応島田君が言ってたのはみかんの,あのお尻ね、はい、お尻の部分があのなんかポッチがこうポコッて出てるのとへこんでるのがあるんですでへこんでるのはメスなんだってええー。でメスの方が甘いんだってへえ<ー>。で甘い方は農家さんが取っておくことが多いからあの出回ってるのはポコッてちょっと出てるオスの方が多いからそのへこんでるのを見つけたら 甘いから美味しいんで、それ食べてくださいって言われたことに。<laughs> すごい、ちょっとスピリチュアルっぽく聞こえますね、やっぱりなんか。島 <laughs> 田くんが言うとね。そうだね。いや、そっか、だからでもそういうのがあって、うん、でこう、こう、この、いろいろあって、うん、だからもうなんか、うん、こう、どうしてもその、ヨザさんと作った、うん このネタ見てほしいっていうのがあったんで、うん、もう僕はすぐ YouTube 落ちて、後に立ち上げてチャンネルを、そこにヨザさんとの動画をもう載せましてすぐ作ったネタを、うんうんす。すごいね。もう見てほしかったんでやっぱり。いやー当やっぱ行動力がね。 早いよねいやでも僕もともとずっと腰が重いタイプの人間だったんでへえ<ー>だって東京くるくる行って出てきたのも56年経ってからですしああなるほどねもうでもなんかやらなきゃなとかああまあまあねこっちにいたらね動く人が多いからその、ね、取り残されてる感がやっぱりそれはすごいかで, <laughs> で,んでいやだから与田さんってその、うん、この今の若手とか僕らみたいな世代の人と、うん なんかかやりりたたいとっって思しますそのコントとかそれこそユニットでもいいですし今こうまたねまた後で話すんですけどユニットとかもされてるからそのもっと若い人と今20代ぐらいの子たちと何かやりたいって気持ちって與座さんあるのかなっていうのを気になっててどっちかっていうとやっぱりあの。 新しいネタとか、もう見、見たいのね、やっぱり。こんなの見たことないと <laughs> なんかやっぱそういうのを、もう、見たいからね。<laughs> ヨドさんって、その、最近の若手の子とかのネタ見て、うんうん、この子面白いとかって、あったりしますええー。でもね、多分ね、もう若手じゃないんだよね、全然。あ、でも全然大丈夫。どん、ど、どんなのもう、もう、それこそ、もう、わかりやすいところで言うと、カエル亭とか、ああ、もう、 ニューヨークとかも最初の頃好きだったし。<laughs> あんま、うちね、テレビつけないからね。そうなのわかんないんだ。いや、でもやっぱり、東京来て思うのが、テレビもそうですけど、うん、やっぱ、ライブシーンでめちゃくちゃ面白い芸人さんも。いっぱいいるよね。いっぱいいますから。いっぱいいるよね、本当に。<laughs> 東京来てマジで思いましたね、やっぱり。すごいなっていう。うん、どうやっぱりこう、沖縄でやってて、東京でやってる、そのー、 まあもちろん絶対にライブの違いはあると思うんだけど、はい、意識の違いとかっってやっぱあるあでもそれはなんかもう分かりやすくこの売れようとかあとその僕が出てるライブだとめっちゃ上に行けば行くほどエントリー費がなくなってったりとかするからマジでそこに向かって行ってる人が多いから本当に面白いネタをずっとやり続けてる人が 多かったりとかっていうのがあるから、なんか目がギラギラしてる。<laughs> まあそうだよね。確かに、ね。それでお、この、なんかむ、イメージですけど、沖縄の人って別にネタ以外の選択肢でお金を稼ぐ方法ってあると思う。司会、うん、とか。でも僕らみたいな東京出てる若手はネタしかないから、うんうん、そのネタでお金を稼ぐ。 ってなるとそこにすごいグッといってる人たちがやっぱり多い気がするんでなんかもう視点が新しかったりとかあ<ー>ここやるんだとかあ<ー>っていうのはすごく多いですね確かにいろんなタイプの人いるしねそうめちゃくちゃなんかこう芝居うまい人もいるしうん、うん、そうだよねなんか,だか不思議ですよね本当に 僕が好きな人でいうとその一世尾形さんタイプのことをやってる若手の人がいたりとかしかもそれが二人でそういうことしてるとかっていうのだとなんかその昔の面白かった人たちを知ってない人が多分それをアップデートしてってる感じがなるほどなるほど独自でそこに行き着いて行き着いて新しい形そこに現代の要素を加えたりとか面白いね っていうのがあるから、うん、それはなんか東京だから生まれるネタだろうなみたいなのはいっぱいああそうだよねだから俺ね沖縄では笑いやってないからですよねそうだからどんな感じなんだろうなっていうのはあるの <laughs> すごいいや本当に多分昔は 昔というかイメージですけど漫才といえばテーマがあってとかっていう形だったと思うんですけどやっぱり今はもうスタイル一つとってもいろんなやり方あるしキャラとかそうだね種類が多い時代になってきたんでそこはめっちゃすごいなゲームとかで例えると昔はファミコンみたいな一個強いのがあってコンビニとか。 あのお見合いみたいなのがソフトだとしたら、うん、いっぱいいろんなのがあったけど、うん、今の若手の人たちのでそのアプリゲームみたいな,な、ね、すごいピンポイントで数多いのがなるほど、ね、多様なのもいっぱい出てるて確かにそうかもっていうものがあるんで、うん、そうだねそれはすごいなんかだからネットとネタがちょっとだんだん傾向が似てきてるなって感じはしてきてはいますね。 そか俺がね気になってたのはね、はい、あのー、まあ変な話だけど、あのー、ファミレスが深夜営業しなくなって芸人さん大体みんなバイト終わりとかで深夜から朝までファミレスでネタ考えるみたいなのが通常だったからそれ廃止された芸人たちは一体どんなネタを作るんだろうっていうのを <laughs> ずっとワクワクしてたの。なるほど うん、あでもそれでいうと僕らは、うん、あの芸人 <coughs> ピン芸人何組かで集まって、うん、それこそ、えー、カフェとかであ昼間に昼間に集まって、うんうん、書いたりとかでもやっぱそっちの方が健全だよね <laughs> <laughs> なんか頭にはさ <laughs> 絶対いいと思うんだよねだからピンとかは特に一人で考えたりするから依、うんうん、田さんってどこでネタ書くことが多かったんですか ええー、俺は家かな <laughs> 家でもなんかダラッてしたりしちゃいませんああなるほどね私はねそれで言うとねダラッとしないかもしれない <laughs> めっちゃすごいです、ね、なんか僕が家にいると横になってしまうのでそれがあのダメな感じになっちゃうんで外でもうお金払って 考えなきゃってところに追い込んで。はい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 。あと外でいる、その同じ店内の人とか見て、この人が何してるんだろうとかっていうのから考えたり。はあ、すごいいいね。<laughs> なんか効率良さそう。だからそれを考えたりとかして、うん、うん。作ることが多いんで。ああそっか。俺はね、もう家で時間決めるわけ。はい。じゃあ2時間だけ考えようっつって。で、そしたら、 なんかちょっとこう時間が要は減っていくわけじゃないそうしたらどんどんこうやばいどうしようどうしようって <laughs> 興奮してきてそれでなんか考える <laughs> ああいどうしようどうしようっつって作らなきゃ作らなきゃねそうでも絶対にどんな形であれ2時間以内に作るって決めてそれはもう1本じゃなくてもいいしってことですかもう何本でもでもうほに23行でもいいしあ<ー>とにかくこう作るっていうだからそれで言うとまああとちょっと5分ぐらいなんですけど、うん ヨザさんの単独の時の、うんはい、ネタの作り方というか、向き合い方はめっちゃ聞いてみたくて。はいはい、ああなるほどね僕。僕も単独3回ぐらい、4回やったことあるんですけど、結構本番までできてないことが多くて。なる,なるほど、なるほど。で もう覚えてないけど、うん、これとこれとこれ言うみたいなニュアンスで、やって、うんうん、お客さんの反応を見て受けたら、うんうん、あ、ここちょっと伸ばしてみようとかで、やったりするのを、うんうん、えっと、13本ぐらい。うん、<laughs> すごいね。やるっていう、もう2時間半ずっとやるみたいなのがあって、ヨザ、うん、さんの単独僕も見させてもらったことあるんですけど、うん、あれ、すごい、だ僕が行けなかった時に単独で言うと、なんか、うん、グラフとか出して、 うんうんうんはいはいやってしとかとか、うん、あれとかを見てると、うん、なんかテーマ決めてそれをやってるのか、うんうん、もういっぱいやりたいネタを何個も出して単独だからこそできるネタをやってるのかとか、うん、どういう向き合い方というか作り方になってるのかなっていう。<laughs> なるほど。聞いていいか分かんないですけど。全然,全然全然いいよ。<laughs> もうね、本当に俺はね、全部動機が一個なんだけど、あの、思いついた時に、 これやったらみんなワクワクするかなとか、ドキドキするかなって、もう本当ちっちゃい頃にさ、はい、あの、親とかさ、兄弟とかにさ、なんか、これやったら驚いてくれるかなとか、もうあれもうずっとあれもうじゃあ、子供心がずっと、<laughs> <laughs> うん。なんかね、自分一回ね、動機とかいろいろ探ってったら多分俺これだなっていう。結局思いついた <laughs>、いいのできたから見てとか、<laughs> いいの思いついたからちょ、見てみたいな、もうずっとそれ。 結局いいな。なんか僕、僕多分そんな気持ちで単独に向けたこと一回もなかったんで。<laughs> いやそうなんだからね、あのー、結構ネタの作り方は、やっぱ一緒に、まあ、入ってくれるスタッフさんは、まあ、いつもなんかみんなびっくりするけど、<laughs> まあ、台本にするのはい、一応スタッフさんにね、きっかけとかあるから、もう意味がわかんない。毎回言われる。もう全然意味がわかんないで。で、だけど、 1>, まあ1日で本当に56本とか作っちゃうから <coughs> そうもう本当に1個考えながら <laughs> もう45本のことも考えてみたいな <laughs> もうなんか変,変な作り方もしいな、ね、<laughs> もう理屈通りじゃないねいやだから多分、うん、でしかも依田さんの単独は映像化にならないじゃないですか、うんうん、だからそれも今めちゃくちゃ好きというかその際 <laughs> 多分、ヨドさん持って生で見るから絶対面白いじゃん。<laughs> ああ、そうだね。それ絶対そうだね。あのー、ま、あ言ったら映像ってさ、一回人の目を挟んで見るみたいな感覚じゃないそれが、もう、ヨドさんの単独を見るんだったら絶対定点で見たいと思っちゃう。うん、そうそう、そうなの。だから一回人の目を挟むといろいろバレちゃうからね。そうですね。<だか> <laughs> いや生だとごまかし聞くからね誰かの多分僕もインタビューかなんかラジオ聞いて行ったんですけど、うん、出来上がった単独でカット割りとかもその人目線になって見るからライブで見てる感じと違うじゃないですかそうだね違うねだその人の感覚と合わなかったらその面白さも半減しちゃうっていうのがあるから、うん、僕も配信ライブするときは絶対定点にしてるんでうん確かにねそうだからそれはめちゃくちゃ思いますね 単独の話したことないからなんか面白いねそうですねちょっとまたこれ単独の話後ではい、またギュッとさせていただきたいと思うんですけどもはい、そろそろお時間なんで今週はここまでということではい、ヨダさんはラジオキナーさんでラジオそうですえっ、ー、とー ナシルとヨウザの「島万時から」というのをですね毎週日曜夜23時から30分放送してますので、えーまあ、歌を歌ってるのかどうか分かんないですけど <laughs> ナシールさんという方と2人でやってますのでもう10年ぐらいやってるんでもしよかったら皆さん聞いてくださいよろしくお願いします県外の方はラジュコプレミアムとか入ると聞けたりしますので、はい、ぜひよろしくお願いしますウザさんとはあと2週お付き合いだといただく形になりますよろしくお願いしますということで眼鏡ッ甲への東急一人り語り今週はここまでです それでは皆さんまったこにゃ